あ、全然何もないです。ほら、紀野君ってのは何であれ特許されたの、薬ってのアカウント、なんでやな、ぶっ殺してやるっていうのがあれがダメだったんですか、それと何かの別の何かに対する批判がダメだったの、それをよく知らないけど、まあ、想定のことで凍結されるんだったら、膨大な、いや僕も膨大なやつを凍結されてない気がするんだけど、それとも通報がたくさんあったってことなんでしょうかね。そうすると、まあ、敵が多かったという、まあ、出る杭を打たれるみたいな、まあ、それはまあ気の毒かもしれないけど、まあ、俺も多いはずなんだけど、まあ、まあ、影響力ないせいかも、全然通報されてるみたいだけど、凍結されたことないけどね。いや、昔から今こんな感じで好きなこと言ってるんだけど、凍結されたこと一個もないですね。まあ、ツイッターだけじゃなくて、まあ、警察とか、まあ、船橋東警察、その他にもね、まあ、しょっちゅう通報しているらしいけど、実害ないです、全然ね。まあ、だから、まあ、それはまあ、まあ、レル君言われた社会的なさ、注目度が違うから、まあ、あれなんだけど、キノコはなんでいけないんですか、一発でと、それ全然わかんないけどね。まあ、好きにすればいいんじゃないかと思うけどね。僕は別に、キノコの、まあ、特に近年の主張で嫌いですけど、まあ、だけど、まあ、誰の味方とか味方じゃないってことないから、だから、まあ、どのくらいの基準でさ、アウトなのかそれが分かんないっていう、まあ、日本の法律があってですね、まあ、最近ほら新しい、
ヘイトスピーチ規制法では禁止できたけど、まあ、あれ罰則ってないみたいだから、今のほら日本の法律の範囲内でアウトなものと、まあ、ツイッターのナイキで選ぶためのものがあるんだろうけどさ、あんまり申請があるといけないような気もするけど、まあ、機能性、申請があっても、まあ、我々はそのプラットフォームを無料で使ってるだけだから文句言えないんでしょうかね。それにどうなのかな、分かんないけどね。別に誰かの味方してというわけではないので。キノ君も北欧にいるわけだから好きにしてればいい。まあだからまあ、挑発する人も悪いって気がするけど、なんだっけ。凍結されるのは少し見たけど、なんだっけ、なんだ。在日の人はどうのこうの、出ていくべきだりみたいな意見が寄せられて、それやりとするうちに、まあ、何、お前なんかぶっ壊しちゃうっていうことに至ったみたいだったけど。別に正義とも思わないけど、まあ、その程度のことでですね、凍結するのっていうのは思うけどね。まあ、それは俺がまあ、何でも好きなこと言ってるからかもしれないけど。大体、紀野君を含め、そういう人たちの嫌なところっていうのはさ、そういう暴力性よりも、むしろ今回彼がやられたのに、通報的なことを繰り返すっていうさ、ところにあるんじゃないの？まあ、気のせいでしょうか。気のせいかもしれないね。文芸評論家のほら菅秀美がですね、論評してて、なんだ、まあ、知ってたけど、紀野君じゃなくて、今回の反ヘイト法の不正とですね、まあ、要するに、そう法律ができて使われたら、悪用されるからダメなんだみたいな、もっと大変になるみたいな、まあ、よくありがちな意見ではあるんだけど、まあ、それはまあ、間違いかもしれないけど、まあ、今回みたいに、まあ、まあ、反対してたその人がですね、何かのまあきっかけでまあ言葉尻を捉えられてですね、まあ広い目に遭うとか、まあ、広い目に遭ってないけど、まあ、退場させられることがあるかもしれないしね。まあ、今回、ツイッターのまあ規約っていうのはまあ日本の法律とは違うけどもしれない。いや、別に普通に話もしないけどさ、今回みたいに、まあ、こともあるわけなんで、その場合は別に文句も言えないかもしれないし。まあ、さ、ツイッターに問い合わせるくらいのに問い合わせるくらいできるかもしれないけど、どういう基準でやってるんだろうかみたいな。まあ、これもいいことだと思わないけど、そうすると、まあ、特定の文字列はまあ最初から書き込めないように、スクリプトで考え設計するっていうのもですね、いいかもしれないですね。でもそうしますとね、もっと婉曲な悪口なわけだから。意味ないと俺は思うけど、でもそういった方がいいって言う人もいるかもしれないからね。まあそれは個人の意見ってことで、いや。Where are you now, BC? Yes, what is it? You are Graham? I don't know Graham music. It's very difficult musical message. I think so. Thank you.
secularism. But expression of error, maybe. なんだ。そのろくでなし子さんのワイツやつは何かみたいなあれでなんだっけ、あの、モーマイとは何ですかみたいな。モーマイって言えないんだろう。冗談でもですね、まあ、そのぶっ殺しちゃうみたいな書くべきではないという意見もありえるんだけどな、それが殺人予告であるというためにはですね、北欧にいる彼がですね、日本ですよね、その相手は話しているのさ、まあね、戻ってきて、刺すのだみたいな、そういう予告だというふうに捉えたりに思わないといけないけど、そんなバカなことは普通思わないと思うんだけど、まあ、別にでも、まあね、別に当然僕も無事なんだけど、まあ、多くの場合、まあ、保守されている場合もあるけど、まあ今回一発アウトだとしたらですね、まあそれはなんか、まあ政治的に変更してんじゃないかって気もするけど、その対応が。どうなんでしょう。それはよくわかんないよね。健太郎さんの意見に関しては、彼はよく知らないけどミュージックマガジンの専門家らしいけど、まあ、表現の自由について考えたことがある人はですね、どういう曲名はそれはダメなのかということに関しても判断しているはず、まあ、どう判断するのか、直感的に判断するのか理由があるのか知りませんけど、まあ、タイトルだけの問題、タイトルとかあと歌詞だけの問題なのか知らないけど、そういうことで言えばですね、まあ、これまたなんか似たような事例を持ち出すのかという記録のようにというの場合において言われるかもしれないけど、まあ、最近ほら新宿のベルクレですね、ジョン・レノンかなんかの、なんだ、平和ロールみたいな、まあ、そういうぬるいこと、あ、そういったらですね、
通行人が政治的に変更してるじゃないかというふうに、ま、何そのビルの管理者に通報して、それともちろん、まあ、だから追い出すとか罰則はできないんだけど、でも、まあ、そういうクレームがあったら、まあ、対策を取らないといけないんだということで、そんなことまでクレームがつくのかという、まあ、それはそうなんだけど、まあ、そういったことが、まあ、そのベルクの人、伊野さんとか、あと女の人誰だか忘れたけど、何人かで書いてます。その通りなんだろうけど、そうするとね、まあ、そういうことを言い出したら、まあ、その程度のことも変更するからダメだっていうことであればさ、純粋な企画っていうか、インストしかダメなんじゃないかみたいなことで、しかもタイトルも今回ダメ、タイトルもダメで、まあ、そなた第1番とか、表題ダメみたいな、隠されたメッセージもダメみたいな、まあ、それはまあ極端な発想だけどさ、ね、まあ、タイトルがどうだ、そういうことだとそうなるんじゃないかと思いますね。そんなにダメな音楽ってあるのかって俺は思いつかないけど、まあ、だからさっきのそのジョン・ゾーンのグループペインキラーのさ、地上区形状って何、遅く、だからその中国のさ、そういったジャケットとか与えたらいいのかみたいな。ね、歌詞だって、これ一昔ない、二昔、三昔前くらいだろうけど、レゲエとかの、ね、まあ、ホモフォビックなのがどうなのかみたいなのがあったけどさ。そういうのも、問題にし始めたらどっから線を引くのかって引けないんじゃないと思うかね。まあ、表現の自由に考えたとか、あと音楽が好きな人は判断してるはずやとか言ってもさ、まあ、俺は自分の好みでこれ嫌だって言っていいんだったらあるわけ、別に逆バイアスなくてさ。そうじゃないとすれば、陳腐の意見だけど、まあ、今、現行の法律の枠内で、何や、殺戮扇動とか、そういう問われるものは、やばいんじゃないかみたいな判断しかないんじゃないかと思うね。そうじゃなければ、まあ、昔のほら、関東大震災の時の虐殺とか、昔の話だと、最近だったらさ、例のほら、ルワンダとかの、まあ、千の岡田城とか、そのくらいしか、まあ、今思いつかないけど、そういうものは、まあね、そんなとか大虐殺の扇動って問われかねないとか、まあ、そういった暗示効果もあるかもしれないっていうことがあるかもしれないけど、そうでなければ、そのタイトルとか、まあ、若干の歌詞的なものがですね、そんなに何で問題できるのというふうに思うし、そんなこと言い始めたらキリがないし、ね、さっきの紀伊国屋のぶっ壊すじゃないけど、もう俺なんかも一番アウトだからね。まあ、いや、僕みたいなのともかく、好きな、聞いてても、まあ、与えてやろうというのじゃないかっていうことで。さっきのベルクのあれじゃないけど、こういうことは、まあ、突き詰めるとまあダメなんだけど、突き詰めても極論にするとまあダメなんですけど、まあ、インストしかダメになるんじゃないかみたいな思う人がいてもですね、不思議ではないと思うんですね。気のせいでしょうかね。まあ、気のせいかもしれないけど、気のせいかもしれませんが、紀伊国屋のせいではないっていううちで。ね。気のせいかもしれないが、気の組織のせいではないって。年は気にしている。気の組織ではない。年は気にしている。Thank you.
Luis A. Cabrera. What kind of servant made? Thank you.
trabajar. Cのブルース、チェのブルースじゃないですか。即興っていうのは即興だけどさ。